もし大きな代償を払ってはじめくんが戻ってくるとしたら、お二人はどうしますか？そんなことできるの？できます。信じていいんか？強要はできません。存在の初期化を施した対象を元に戻す方法、存在の復元を行います。ただし今回は私の独断で行う絶対に許されない行為。失敗すれば私の存在はお父様の手によって剥奪されなかったことになるでしょう。さらにこれを実行するには私とお二人とあと一人の協力が絶対に必要です。協力？結論から言います。お二人が持つはじめくんを確立するための情報、そして私自身の存在をよりしろにしたはじめくんを確立するための存在、その二つを身代わりにはじめくんを元の場所に戻します。それはつまり、身代わりに使われたものはこの世には残りません。存在が確立された時点で代償として消え去ります。待て、俺たちは初めに関する記憶を全部失って、お前はその存在を、命を犠牲にするつもりなんか？はい。はあ？今まで話してきたことは何だったの？私たちが三橋くんのことを忘れて死にたくないって言ったあんたは死ぬことになって、そんなこと誰が得をするのよ。戻ってきたはじめくんは今度こそ普通の人間として平穏な生活を過ごすことができるでしょう。もう二度と関わることができなくても、私たちはその笑顔を見ることがなくても、はじめくんは戻ってこれる。生きていける。はじめくんが私たちに望んだように。お前にはその覚悟があります。これが白羽祈りが三橋はじめにできるたった一つの恩返しです。やめなさいって言えませんよね。はじめくんに戻ってきてほしい。私に死んでほしくない。新庄さんの気持ち理解することは難しくないです。あなたはとっても優しいから、いつも何かを失うことがないように、誰かが傷つかないように道を探そうとしてくれる。でもこれ以上ここから先を望むのなら、失ってしまったものを求めるのならば、代償がなければ世界は釣り合わなくなってしまいますから。さあお返事をください。これがきっとみんなが幸せになれなくても三橋はじめが幸せになれる最後のチャンスです。強要はしません。あなた方が鬼塚勇と新庄真理が本当に望むことは、はじめを忘れてはじめを取り戻す、何年かかってでも初期化されたはじめを探す。私は下の選択肢がいいと思うな。絶対に忘れちゃダメだと思うんだ、私は。はじめくんのことは、はじめくんを探そう。
俺はやはり誰かが欠けることなく三人ではじめを迎えに行きたい。はじめが帰ってきたとして、そこに白羽がいなかったらどう思う？こんな同じ代償を払い続けるイタチごっこは、どっかで誰かが終わらせねばならん。確かにね。気持ちは同じ。でも私も、あんたが消えてしまうことは、できるなら止めたい。わかりました。初期化後の命の所在について、私は全く知りません。現在のはじめくんは、遠い国の名前も知らない村の誰かとして、生きている可能性もあります。今までとはもう、魂の色が違うわけですから。そばを通っても気がつかないかもしれません。それでも、あなたたちは信じるんですね。広大な砂漠の中から、たった一粒の真珠を探り当てる可能性を。もちろんじゃ。ええ。わかりました。私も、その度にお付き合いします。白羽祈りとして、私たちの残りの命をすべて使ってでも、はじめくんを、三橋はじめという存在を、見つけ出しましょう。ああ。そうね。それが、私たちにできる、たった一つの、恩返しです。原案、ギワさん。キャラクター、ネコガエルさん。背景、タオルさん。BGM、SE、大沢亮太さん。素敵でした。シナリオスクリブ、ん？シナリオスクリプティング。全員のお名前は言えませんが、これで、エンディングということで、皆さんご視聴ありがとうございました。なんだろう、こんなね、なんかハッピーエンドにほのぼのと終わるお話かと思ってたら、こんななんか複雑な心境になる終わり方するなんて思わなかったので。終わってない、まだ終わってないぞ。8年後、おじいちゃん。ああ、どうした？おじいちゃん、スイカ冷えてるからお母さんが戻ってきてって。おお、そうか。今行くよ。すんません。ああ。私たち山のふもとの町に行きたいんですけど、この道で合ってますか？合っちゃうよ。ここを下ってな。おお、めっちゃまっすぐ下ってな。はーい。なんかもうすっごい下ってな。下るんですね。めっちゃ下る。あんがとな。ありがとうございます。お世話になりました。おみゃーたち、飯食ってくか？なんか、怒っちゃるぞ。いやー、あんがとな。急ぐんで。お心遣い、ありがとうございます。ほうがほうが。すまんのう、引き止めて。他者でな。おじいちゃん、ねえってば。不思議な雰囲気の人たちだったの。あ、私もそう思う。なんかね、お兄さんと魔女さんと天使さんみたい。
ん？どうしてそう思うんじゃ、はじめ。なんとなく。さ、スイカ食べよ。普通な僕と普通じゃない僕の友達。勘？ということで、ご視聴ありがとうございました。いやー、最後はじめくんじゃなくてはじめちゃんになっちゃったんだね。そうか。そしてかんって最後にハテナついてたんで、続編がもしかしたらあるかもしれないってことですよね。もしそうなったらぜひまた実況したいと思っております。最後まで見てくださった方々、本当にありがとうございました。また別の実況動画でお会いしましょう。ということで、おつぴよです。またね。